今日は林業をされていて椎茸栽培にですね取り組んでおられる土岡さんのところに来ています。椎茸のほだぎ作りを一緒にやってみようと思います。土岡さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。土岡さん、なぜこの寒い時期にほだぎを作るんですか？元になる木を切るのが秋口なんですね。葉っぱが落ちてその木が水を吸い上げるのが止まった後に木を切って、でそこからまたちょっと乾燥させるんで、だいたい1月2月に作業に取り掛かるっていうパターンですね。これは立派な椎茸ですね。肉厚な感じがしますが。そうですね、一般的にこうスーパーで売ってる椎茸とは違って、その原木で作るっていう醍醐味だとは思うんですけども、まあかなり傘も肉厚ですし、匂い香りもとってもいいで、まあもちろん味もいいですね。この原木椎茸ですけども、土岡さんのおすすめの食べ方は？トースターで焼いてもいいですし、油との相性がいいんで天ぷらにしてみたりとか、あとまあちょっと洒落た料理でいけばアヒージョとかパスタに絡めるととっても美味しいと思います。出汁が出るんですね。出汁はもうすごい出汁が出ます。これはこのほだぎですけども、管理のポイントはどんなところですか？椎茸はほったらかしといてもなるんでしょうっていうふうに言われがちなんですけども、それは あくまでその山の中で育てる場合はほったらかしでもいいんですけども、一般的にこう屋外で育てる場合は夏の間の高温、40度を超えるような高温と乾燥にこの子たちは弱いんで、それを気をつけて、でさらに山の中は適度な湿度があるんで問題ないんですけども、やっぱりこういうところでは湿度が足らない、特に冬場は乾燥するんで定期的に散水をしてあげるっていうことが大事になります。土岡さん、これは何の木ですか？これはコナラという木で、どんぐりの木なんですね。このコナラがなぜいいんですか？栄養分が豊富で皮が割と厚いんで椎茸栽培に適してるっていうふうに言われてますね。では土岡さん、いよいよ植菌作業ですけれども、どんな手順になりますか？はい、このドリルにこの植菌専用のキリがついてますんで、このドリルで穴を開けていって、でこれが椎茸のピンなんですけども、これを入れ込んでいく、そういう流れになります。これはもうあれなんですよ、この椎茸栽培用ドリルっていう、なんかあるんですよ。あるんですよ、あるんですよ。マジっすか？うん。この穴は何センチ間隔で開けていたらよろしいでしょうか？はい、だいたい木が1メーターぐらいの長さなんですけども、この縦に5個穴を開けるんで、まあ穴と穴の間隔が20センチずつぐらいで、次の列にいた時に今度互い違いに千鳥で 1,2,3,4,5 と打っていって、最終的にこの木の太さぐらいで60個ぐらい穴を開けていきます。それが椎茸の菌ですか？はい、これが形成菌っていう菌なんですけども、ホームセンターで売ってる種菌は食菌して、その実際に椎茸が出るまで2夏かかるんですけども、この形成菌は菌の周りが早い菌なんで、食菌をして1夏過ぎれば早いものでいけば椎茸が出てきます。ですので今1月ですから、今植菌していれば環境さえ整っていれば今年の11月12月ぐらいにちらほら発生してきます。では土岡さん、植菌をお願いします。はい、この形成菌の特徴は、ホームセンターの菌だとこう入れ込んでさらに木槌で打ち込んでいく必要があるんですけども、この形成菌はもう指でこうやって押し込んでしまえばすんなり入ってしまう、非常に見やすい作業なので、どなたでも簡単に植菌の作業ができます。でこの時注意が必要なのは、あまり
強く押し込めすぎない、もうこの木と金のこの白いキャップが面になるように優しく押し込んであげてください。押し込みすぎると椎茸の出が悪くなってきますね。で逆に押し込みが甘いと菌が乾燥してしまうので、しっかり面に乾燥しないように入れ込みをお願いします。これはどういう感じになるんですか？この小口までこういう白い菌糸紋っていうんですけども、椎茸の菌が伸びてきてるっていう証拠になりますね。でまあ、食菌して1年以上経って菌が回った状態で、気温が最低気温がまあ8度を下回るような状態になってくると、こういうふうにこの白い箱を、白のキャップを押し上げて、この椎茸のちっちゃい芽が出てきます。食菌してから2年3年と経っていくと、だん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 この木の中に椎茸菌が伸びていきますんで、この穴と穴の間、こういったところからも椎茸が続々と出てくるようになってきます。この木のサイズで何個ぐらいワンシーズンで取れますか？そうですね、だいたいこのサイズで40個ぐらい菌を打ってるんで、そのうちまあ2割から3割、8から10取れれば最初の1年目2年目は御の字で、3年目4年目からはもうちょっと収量がアップします。この椎茸ですけども、部長さん、これはどうやって剥いだらよろしいでしょうか？はい、この傘を掴んで上下上下ってこうグニ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 やって、ポンと抜いていただければ綺麗に取れます。こうはダメなんですか？横じゃなくて上下上下の方が綺麗に取れますね。こうするとちょっとこう軸がちぎれたりとかしてあまり美しくないですね。引っ張ってもダメですか？引っ張ると今度傘がパカッと取れちゃうんで軸が抜けちゃいますね。ではこの椎茸ですね、もいでみようと思います。土岡さんがおっしゃるように、こうですね。うまく取れました。これでよろしいんでしょうか？はい、すごい傘が肉厚なのが伝わりますでしょうか？すごい肉厚ですね、本当に。匂いもいいですよ。ああ、本当に森の香りが、森の恵みの香りがしますね。このさん、革靴ですね。取れませんね、岡本さん。うっさいな。あー、綺麗に取れた。うわー、肉厚ですね。あー、森の恵みの香りがします。ありがとうございます。完璧。